芝くんはたちに人気出そうだけど、芝くんはやっぱり猫が寄ってくるんじゃない？いやー、ということでこんな爆弾回避ならいつでもやりたいわ。いやー、美味しい爆弾回避だったと。じゃあ十二星座占いで魅力を上げるか。なんか魅力さっきから上げてるけど上がって下がってる？なんか全然アップしてない気がするんだけど。テルに会いたいそうだよね、最近テル君断ってばっかりだし。あれ、誘われなくなった、テル君から。あら、気のせいかしら。魅力は後半だと上がりにくい。マジで大丈夫かしら、このパラメータ。シバン君って人気なの？私ね、埼玉の魔女から聞いたんだけど、あの、シバ君は裏の王子様って聞いたんだよねなんか表の王子様がサイキテルで、裏の王子様があの芝くんって聞いたことがあるテルからテルならイルカの横で寝てるよってかわいいホタルだったら誰が好きなの？北道先輩かな。お、実験の後は片付けが面倒だな。プレパートの棚はあった。あれ、岡田さん。お、あら、てんてい。わっ、ふう、セーフ。危なかった。ご苦労様。はい。大丈夫ですか？あ、はい。なんとかセーフです。びっくりしました。あんまりそういう風には見えないけど、そうね。コーヒーを沸かしてたんだ。あ、君もどうぞ。あら、フラスココーヒーだっけ？鬼畜メガネだったらホンダ、そうです。あ、ビーカーコーヒーだ。若様はいつもこうやってコーヒーを飲んでるんですか？そうです。いいね。こんな先生相当いないよ。こうすると美味しいとか。どうかな、そうでもないでしょ。じゃあどうして？前はこうしてコーヒーを飲むたびに、うん、家からコーヒーメーカーを持ってこなくちゃと思ったけど、うんうんうん、ある日突然死しそうよねこの人とか言わないの、はあ、どういうわけか朝起きると綺麗さっぱり忘れてる。だからもう諦めました。先生って何歳設定なんだろうね。諦めちゃいましたか。そう、なんか若様らしいかもいいわ若様。富江先生でも一番人気って誰なんだろう。ヒムロッチが強いのかな。あ、来た。テレ君どうしたの。ああ、今度の日曜さ、うん、お前空いてる？空いてるよ。水族館行かないか。好きなんだあそこ。なんでまあでもそろそろ行かないとまずいよね。よし、決まりな。そろそろ行かないとまずいよね、いくらなんでも。オッケー、寝坊すんなよ。はいはい。ねえ、さすがにもう行っとこう。うん好きなんだあそこってあ、あ、アマチだあ、アマチだあ、若おじ先生の妻自腹切ってるでしょ大丈夫広告アマチの呼び捨て受けるね。じゃあ喫茶店ねえ、お茶しからない。うん、いいね、行こう。なんでタメ語アマチマリじゃありませんいやーもうところでアマチ、ん、何？じゃあよく聞く音楽、アマチはどんな音楽が好き？何でも聞くよ。ああ、でもクラシックはダメ。おうおうおう、眠くなっちゃうし。
あとヒップホップとかもね、どうもあの歌詞についていけないっていうか。まあ確かにね、トミエちゃんって可愛い系が苦手なタイプ。可愛い系苦手ですあそれとジャズとかも何がいいかわからないしこいつ何でも聞くんじゃないじゃん。何でも聞くとは言えないようなあ、そういえばもうすぐひかみくんの誕生日、じゃあ買いに行きましょう。早速ペレント買いに行かなくっちゃ。サンリッチのもの真ん中もね、いいと思うんだけどね。真ん中もいいと思うんだけど、やっぱ一番上かなヘルメットでもいいと思うんだけどね。あげてみるってはい、じゃあこれは、あ、水族館デートねはいはい、じゃあ水族館に、じゃあもういいわ、もうこの格好で行きましょうもうあの、私水族館あんまり好きじゃないんですアピールででもね、トドマツはね、あの美化はダメだけど、通常の絵柄ならいける、いけるっていうか別に全然普通に好き。あ、まあな。はい、あのまたね、あのデリタのスクリーントーンがついた服に戻っちゃったわけですけどもごめんね。はいはい、もう、はい、可愛く言うからもう早く行きましょうお、色？そう。あ、俺も結構持ってるし。なんだろう、お前似合ってるよ。青、青だっけ？あ、水色か、水色。いろいろやってるぞ。うん。お前は何が見たい？じゃあ巨大水槽に行きたいかな。巨大水槽、あー本当だ、王子は水色好き。あれ、じゃあ葉月くんも水色好きだっけじゃあ巨大水槽で。ジンベイザメか、いいな。うん、行くぞ。行きましょう。ガラスも好きでかいな、すごい。サメって割にはとぼけた顔だけど。あー、これが、これがそうなのね。ちょっとこういうの見に行きたいな。これは一番上かな。これは一番上でいいかな。のんびりした海から来たんだろうな、きっと。考えたらちょっと暴れたな。すごいわ、なんか、あれ、印象悪くしちゃったあれまさか印象悪いまで行くとは思わんかった。何それ。今日さ、まあまあかなぐらいは行くかと思ったけど、こんなつもりじゃなかったんだ。付き合わせて悪かったな。動物目線なのなあ、まだ時間あるならちょっと寄り道してこうぜ。まさかの動物目線なの。まあ大丈夫よ。よし、行こう。行きましょう。海遊館行ったことない。あ、関西行ったことないんだよね。ところで、てるくん。何？もう、もう最初の質問に戻ってるよ。テレビか。これ聞いたんじゃない？多分。そういえば、最近見てないな。まあ、それもあるけど。うん。テレビ。聞いたかな？これは。勉強さ。高校生の本文は、あ、聞いたか、勉強だからね。なわけあるか。二週目だよね。見せ続ける条件だからな。聞いた聞いた。いや、もう質問もじゃ聞き尽くしちゃったね。てるくん一時だったから。どういたしまして。いいえ、でも今度は家に誘ってね今度こそ家に誘ってねよーし、じゃあ10月。あー、学校祭も見えてきた。あとひかみくんの誕生日。あれ、スケート選手ってニコ生やるんだ。私誰かに似てる？スケート選手え
なになになに、なんかあれスケート選手ってニコ生やるんだっていうコメントがあったんだけどえ、なになになに誰のこと似てるのはギャラドスでしょって宇野昌磨くんなんだろう、私のこと言ったのか、それとも誰のこと言ったんだろう米大混乱え、何宇野くんって何なの、え、何宇野くんポケモン違いっていとこのおばちゃん似てるって何さ、あれ、な誰と勘違いされたんだろうじゃあ運動かなあ、でも寝ましょうリプニツカやあ、オカナ君、廊下は歩きたまえ。はいはい、それよりも誕生日おめでとう。僕に、うん、後で宇野くんググってみて。うん、どうぞ。よく覚えてるな。開けるぞ。どうぞどうぞ。これは、君はどうして僕の欲しいものを知ってるんだ。隕石の分鎮、僕には一番のプレゼントだ。うん、ありがとう、大事にするよ。おお、喜んでくれた、よかったよかった。あと高橋大輔ってそうなの、あら、高橋大輔ってそうなの、なんか匂うなとは思ってたんだけど、そうなのかな。あとごめん、今気になるからちょっと宇野昌磨ググってみていい。あの、生まれて初めて言われた宇野昌磨っていう人。おおもにゃ、どうした。あ、ちょっと待って、パソコンの上にちょっとちょっと待って、主役は今のこの時間だけは主役は私よちょっとうのしょうま、うのしょうま、あ、あー、まあまあまああの、言いたいことは分からなくもないあー、言いたい、分からなくもないけどいやあの、遠目で遠目で見たら分からなくもないけど似てないわこれはそう、あのね、鼻は似てる、あのね、それは思った、あのね、鼻は確かに似てるわ。ちょっと画像どこ行った今、宇野、あった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 、あのどこ行った、鼻は似てる鼻はね似てないじゃんこれないよ眉毛と鼻は似てるかもしんないけど、はーいえ、17歳で身長159センチ、よし、じゃあ、まあでもね、私あの似てるって言われてるのがあの少ないんで嬉しいです、こういうのは。あと画面がなんかずれてる、よし、こうね、よし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 、似てる写真があった。でもな、あれでさっきもまあって方だから似てる写真があるのかもね。じゃあ今日は村瀬くんの方が似てるまた新しい名前が出てきたわあ、今週は何やってもダメ。じゃあ、まあでも寝るわけにはいかないからな。あ、あ、あ、なんかやっちゃった。まあいいや。村瀬歩夢。私に似てる人そんなにいるの？あ、アマチだ。またまたアマチ？じゃあ、
喫茶店ねえ、お茶して帰らない？うん、いいね、行こう。断ってちょっとは。商売ロックに出てる村瀬くん、え、本当に？なぜ商売ロックに村瀬くんが出てんの？ところであまっち、ん、何？あれ？さっきは音楽聴いて、じゃあ趣味？あまちって何か趣味はないの？ゲームは好きだけど、ほうほうほう、趣味って駅まで行ってないしな。あら、ゲームはいいわね。あ、お、何？ケーキ屋で新作が出るとすぐに食べる。はいはい。また新しいのが出たんだった。すぐ行かないと。あー、でもこれは放送の後に話しましょう。というようなことを話した。よっ、じゃあもういいや、てるくんが誘ってくるまでパラ揚げしましょう、ひたすら。でも、もみじシーズン、羽ばたきグランプリ、羽ばたき GT、どうしよう。もみじぐらいは行きたいかな。誘ってくれないかな。お金持ちはそう、やたら金だけはあるんだよね。パラマジ頑張って。そう、ね、なんでさ、魅力がまた78に戻ってんの？え、私今日始まってから魅力さ、上げてんのに上がってなくない？あ、羽ばたき GT にテル君と行ったらいい。あ、ほんと？え、じゃあ羽ばたき GT の方にテル君と行ってみようかな。雑談はあるかしら？多分あると思います。お、どうしたの？うん、今度開いてる、開いてる、開いてるよ。ボーリングやらないか。なんかスコア出そうな気がしてさ。え、そう来る？え、でも前さ、前いいわ、ごめんなさい、家なくなったの？そっか。いや、じゃあ、え、また今度な。てるくん、家燃えた？これおかしくない？ここまで誘われないの。どこで過去の放送見えるのかな？GS2、GS3 はプレイムっていうところで見れます。あの、申し訳ないんですけど、タイムシフト保管庫にさせていただいてます。プレイムの人に見られたら怒られる。タイムシフト保管庫にさせております。さすがのももさん？さすがのももさん、ありがとう、広告。ん？お？なんかさ、お前最近おしゃれだよな。せやろ、やったね。今年の文化祭で開催される学園演劇に参加したい人は申し込んでください。はい、はいはいはい。ねえ、部活の出し物もあるけど、いや、もうこれはもちろん演劇ですよ。では2週間後の文化祭目指して頑張りましょう。うん、はい、頑張ります。え、何このまばら、超まばら。パチパチパチ。なんであんなみんなやる気ないんだろう。あー、学祭シーズンだけど、でも羽ばたきグランプリは行きたいよね。じゃあ誘っとこう。あ、電話しとけばよかった。もしもし、どうした？あ、てるくん、渡す。あ、延長しといた方がいいかな、もうちょっとで。ああ、俺も今かけるとこだった。うんうんうん。あのさ、遊園地の、お？動物園、あれ？あ、ゆ、あ、サーキット、こっちだ。こっちに行きましょう。11月9日に遊園地に遊びに行かない？オッケー。あ、よかったよかった。二つ返事だわ。了解。主役が王子とオカマだもんねって。それでテル君の用は？ん？ああ、もう済んだ。お！じゃあな。はーい。合唱航空の練習、指揮者が泣く系クラス。
まあ、私たちも合唱コンクール泣いたかもしれない。美男と野獣とか言わないの。じゃあそれまでは、あ、そうだ、ひたすら学祭だ。学祭コマンド頑張ろう。全然上がらない。富江、何今のブブブブブブって。あとテール君、遅いんだよお前は。ごめん、何の話？いや、してたんじゃないかな。何何何？してたんだ。何？してたんだ。何？何？じゃあお茶でいいのこれ？帰る？帰る約束？じゃあ帰ってみようか。よかった。学祭シーズンだし。え？なんでもない。じゃあ家で呼んでよってね。行くぞ。はーい。知ってたんだって。そういえばもうすぐ文化祭だね。あの演劇なんとかなんないのかな。小学生じゃあるまいし。あ、そうだ、延長しなかった。私テレ君の演劇初めて見るかも。あと延長しまままま、延長しままんば。私テレ君の多分初めて見るな。ちょっと楽しみ。あの演劇でも、うん、まあみんなでバタバタ準備するの案外楽しいもんだな。テレド演劇は衣装で腹筋崩壊、楽しみ。今まで出なかったのちょっと後悔。へえ、テル君なんて言うと思ったら大間違いだ。なんて言うと思ったら大間違いだ。はいはい、屈折して。もう屈折しすぎて一周回って素直に。もう屈折しすぎて一周回ってくんじゃないこれ。お姉ちゃん、えいる？学祭の時期に、この時期に、誰？最近さ、うん、誰かとなんかあったんじゃない？誰かしら、ハリーかな。もしそうならさ、今のうちにフォローしておいた方がいいと思うよ。まあ普通に考えたらハリーなんだよね、全く構ってないし。あ、じゃあさっきの作戦使う？さっきの作戦、あのセーブして電話かけてロードするっていう。ちょっとね、電話でなんか1日使うのもったいないから、じゃあまずセーブして、セーブをして、セーブをして、ゆうくんに爆弾を聞く。データ多くない？無駄に多いんだよね。あ、今ちょっとゆうくん、誰よ教えて。ハリーかい？どうした？あのね、誰？私をお姉ちゃんの怒ってる人。ね、あ、こんな感じだよ。なるほどね。まあそうよね。普通に考えて。他にも聞きたいことある？うん、ないよ。へ、やっぱりハリーか。俺何でも知っててすごいでしょ。うん、またいつでも呼んでね。はーい、よし、じゃあハリー、まあ学祭終わるまでは学祭で。私の旦那にかまってあげてって。ハリーね、ほんとハリーが好きなんだね。あ、ロード。あの、さすがに学祭見た後にロードしたくないんで。学祭を見た後にロードはしたくないんで。クッソブースだね、さすがに今のは。はい、こっから起動からやり直しです。いやー、ちょっとクッソブース、この画面見るの久しぶりだわ。今さ、 PS2 さ、レアなんでしょ？なんか PS3 で PS1 はできるから、
でプレステ2はもう生産中止だから、なんか結構レアみたいだね。なんで私の好きなやつって生産中止にするんだろう。 PS2 とかさ、 PSP とか今中古で8000円もするの？そして起動が遅いうちもそろそろ寿命かしらうちの PS は初号機ではないと思う、多分。あ、ちなみに私 PS2 を、この PS2 を買ったのは札幌の大学生の頃なんですけど、この PS2 をチャリンコに乗っけて帰ってる途中に車に当たられましたPS2 をチャリンコのカゴに乗せてルンルンって帰ってる時に、あれどこだ、豊平大橋を渡ったところにある交差点で車に衝突されましたまあね、ブーンコツって感じだったんで全然怪我はなかったんだけどね。でも私あの頃な、素直だったからな、せっかく車に当てられたに、あ、全然自転車も自分も大丈夫ですって言って帰っちゃったんだよな。あー、今だったら本当な、あ、痛て、あー、どうしようって体も PS2 も壊れちゃったかもしれないってそうよ、せっかく当たってくれたのに逆に車は大丈夫だったって私何馬力さね、自分から当たりに行ったんじゃないもの、あくまでも向こうからコツって当たってきたのそうね、ドライバー食えたかもしれないもんね。はい、ということで、あ、メール来てる、誰からやん。あ、着物部屋、着物は持ってるはずだから、まあじゃあ文化祭、あ、でもハリーに電話した方がいいのかな。その頃もオカマだったの？今ほどオカマではないかな。電話、そうね、電話だけでもしておきましょう。ハリー、